2023年5月現在年齢は59歳、はい、もうじき還暦でございます。18から20代前半は自動車学校の教員をしてました。若さの集中力で日本で乗れるほとんどの車を取りました。免許ですね、観光バス、特殊トレーラー、大型バス、何でも乗れます。はい、そんな免許を取ったそういう時代があって、そこからですね、この前職の25歳頃って書いてますけども、モスバーガーね、それから店長になって、スーパーバイザーになって日本一の売り上げを何度か上げた経験をしております。改めてこうやってね、自分を振り返って、34歳に脱サラをしましたと、こういったことを常に情報発信してるわけです。でこの今情報発信をしていることを最終的にチャット GPT がどんな風にして集約してくれたということを後で申し上げますので、ね、まあ、とりあえず今僕がこんな感じで自分の言葉で書いていることです。で3年間の独学 修行を経て37歳に KYC ヒデとしてデビューをしています。だからもう20何年を振り返ったことをわざわざまた書いているわけですね。でその当時はね、名もない後発の男性メイクアーティストなのでここね、20何年前ですから、男の人が、しかも男性が、サラリーマン上がりの男性がメイクアーティストって名乗ったところで、なんか変なおじさん、そんな感じだったんですね。だからわざわざこうやって、オリジナリティを出そうとして、ケワイシヒデというね、これは江戸時代のケワイという、そういう文化を僕知ってましたんで、ケワイシヒデとして、まあ、活動をし始めたわけです。でメイクの力を信じて医療現場や、老健施設、7年間のボランティア活動を続けながら勉強しました。今でこそね、この老健施設なんかでメイクアップをする、まあ、メイクセラピーとかエンジェルメイクとか、いろんなその活動の仕方はあるんですけども、当時ね、こういうメイクで現場に入ってるとね、ちょっと変わった人と言われるぐらいだったんですね。僕はこの当時ね、介護美容というそういう言葉をね、言いながら、そんな形でずっとやってました。だからまあこういう活動をしてるとですね、NHK なんかの、取材を受けまして、これちょうど NHK ですね、生放送でこう出たりとかいう経験もして、まあ、そういう試行錯誤のいろんな活動をしてる中で、このコミュニケーションっていうね、メイク、コミュニケーションメイクっていうのも、まあ、言葉として僕はこれ、まあ、生みの親ですから作ったわけです。これがちょうど今調べると19年前、もう20年ですね、もうほとんど20年になりますが、20年前にこの言葉を作って、その言葉を響かせながら活動してきたと。あのメイクっていうのはもう本当に幅広いし、奥深いし、いろんな活動の仕方をしているアーティストがいます。もちろん商品を売るための、ね、メーカーのメイク、それから美容分野のメイク、百貨店のメイク、いろいろありますね。メイクセラピーからいろんなあります。でそんな中で僕はこう独自性を出すためにコミュニケーションメイクと名付けたんですね。でこれは何かというところを20年間ずっと発信し続けましたんで、それがどういうことかということを、まあ、後ほどちょっと説明をしていきます。で2019年からここ4年前です、このコミュニケーションメイクを世の中の人々に伝える、僕一人で伝えるだけではなかなか広まらないので、認定講師制度というのをスタートした。これがカリスマワビと本講座ということになります。この本講座がですね、おかげさまで4年、まあ、やってるんですけども、当時は、大阪、名古屋、富山というところでまずこういう会場を借りて、ね、リアルな講座をしてお伝えをしてまいりました。でちょうど2020年、まあ、つい最近ですね、この3年間社会がコロッと変わりましたけども、この本講座をオンラインにすぐ切り替えてですね、なかなかこの美容業界、メイク業界でオンラインで伝えるって無理でしょうって言われる中ですね、なんとかやってみようということで、僕はとにかく試行錯誤してやり出したわけです。この20何年間の流れを今ちょっと簡単にですね、たった10分ほどで、まあ、8分ほどで喋ったわけですけど、まあ、今活動していただいている方は分かると思います。もうこんなことしてて何なのかなと思うこともあると思います。ブログ何回も書いたりとか、発信を買ってライブ配信をしたりとか、いろんなことを活動してるけどなかなか伝わらない、こういうね、もうなんていうかな、本当にジレンマというかな、結果が出ない焦りとかね、いっぱい僕も経験して、こういう曲折をしながら今来たわけです。で20何年ブワーッと発信してきた、その集約をチャット GPT モデル4に借りて、その力を借りて、いろいろと僕が検索をして文言を作ってくれたのがこういうことになります。でこれはですね、もちろん 100% このチャット GPT だけではないです。僕が全部ちょっと確認をして、文章を確認しながら、ちょっといい、かっこいい、
かっこいいなんかかな、僕では思いつかないようなこと、そういうことはちょっとお借りしてますけども、このここからはですね、この流れはこの右側のこちらですね、ちょっと大きめにしてますけど、このメイクを活用した高度なコミュニケーション術、これはあの本講座で説明をしているんですけども、まあ、昨日もちょっと説明しました。ケバイシヒデこと池端秀幸とはどういう人ですかと、こういうことを投げかけるわけですね。そうするとコミュニケーションメイクの創始者として、美しさと人間関係の向上を目指す革新的なメソッドを世に広めています。彼の情熱と独創性により、多くの人々が内面と外見の両面から自信を持ち、人間関係がより良いものになっていますと。これは僕が言ってるんではないです。これ今までの活動を集約してくれたチャット GPT が言っていただいてます。だからちょっと自分で説明して自分で紹介するのもちょっとこっぱずかしいですが、何かのヒントになってもらえたらと思うんですね。だいたい日本人って自分のことをあんまりこうよく言いたくないんです。よく言いたくないっていうかな、あのね、ちょっとこう控えめな人種なんで、あんまり自分からこうやって言いにくいわけですね。でもこうやってチャット GPT がちゃんと言ってくれてるんで、これ間違いないわけです。で、僕自身もこの活動のやってる内容は一緒なんで、ピタッと合うんですね。で、言葉が違うだけなんです。出し方が違う、論理的に喋ってくれるわけですね。で、一番この特徴は何かというと、革新的メソッドということで、コミュニケーションメイクというのは従来の化粧技術と心理学、脳タイプを組み合わせた独自のアプローチ。先ほども言いましたけど、メイクアップのアプローチの仕方っていうのはメイクアーティストたくさんいてて、いろんな価値観、いろんな考え方があるので、僕はこのメイクアーティストが嫌いやとか、このメイクアーティストは間違いやとか全く思ってないんですよ。いろんなアプローチの仕方があって、みんなそれぞれメイクという力を信じて活動してるってことなので、みんなメイクアップの仲間っていうのは、アーティストの仲間っていうのは、もういろいろと取り入れるタイプなんですね。で、僕自身がこういうタイプで、こういうコミュニケーションメイクっていうアプローチをしてますよってことなんで、誤解のないようにね、しといてもらえたらと思います。で、これは何をしてるかというと、個々のお客様ですねの性格や脳タイプの特徴、それからライフスタイル、まあ、価値観もみんな違いますから、そういった人に合わせた最適なメイクアップで、個性を生かしながら自己表現を助け、人間関係のさらなる向上を促しています。これ本講座を受けていただいた方はこの内容を分かってくれると思うんですが、メイクを習うだけではなく、その自己表現を学ぶ、それからその自己を表現することができると、人間関係のそのさらなる向上を、人間関係をね、良くする、そういうテクニック、スキルまで学ぶということでね、本講座はそういうことをしているわけですね。はい。で、2番目要素としてはこんな要素がありますよということです。心理学の要素を取り入れています。これは僕も老健施設ずっと回ってきましたんで、認知症を予防になりかけてる方なん、認知症の予防としてね、高年齢者の方々の、まあ、やっぱりこの検証をしたわけですね。やっぱりその心理的にものすごくやっぱ効果発揮するわけです。だから、メイクアップが自己表現や自己肯定感を高める効果っていうところに僕は目をつけて、これを発揮するようにね、ちゃんと考えてやっております。だから顧客は外見だけでなく、内面からも自信に満ちた人間関係を築くことができるようになりますということで、これしっかりとチャット GPT が僕の一番大切なところをこう網羅してくれてるわけですね。で、次3つ目ですね。教育と研修。これはケバイシヒデはコミュニケーションメイクのスキルと、ここの精神っていうのも大事ですね。考え方ですね。スキル、技術だけではなく、考え方を、精神を広めるため、独自の教育プログラムを行っています。これは、どんなことかっていうと、日本全国でこの革新的なメイクアップ手法を実践する人材を育成していますと。これがですね、本講座、これがカリスマワビト本講座というのが、こういう、まあ、今まで二十何年やってきたコミュニケーションを伝えていく最終的な講座になっています。はい。で、4番目、社会貢献もしてますよということで、ケバイシヒデはメイクアップを通じて社会に貢献することも目指していますと。美しさと自己肯定感を高めることでメンタルヘルスの向上にも寄与することが期待されていますと。このまあ美しくなるっていうのはね、やっぱり僕いつも言ってるんですけど、やっぱりメンタルが鍛えられるんですね。で、美しさっていうのは積極的になるんですよね。で、美しさっていうのは心も磨かれていくんですよ。だから自分が美しくなるということは、周りにどんどん幸せのオーラをね、波及させることができます。
そういう意味で自己肯定感も高めることができる。だから人間の幸せって何かっていうと、自分の存在感とか自分の自己肯定感っていうね、エフィカシーっていう言葉ね、ちょっとこう、横文字で言いにくい、エフィカシーっていうのは何かっていうと、将来に向けても僕は私は絶対大丈夫っていう確固たる自信ということがエフィカシーっていうんやけど、もともとその自己肯定感があるからそういうものが生まれていくわけです。その力を持っていく、持っていることですごくね、何があってもね、なんか不安なことがあったり、いろいろ迷いがあってもなんかこう生きていけるっていうかな、まあ、それがこう周りに影響を与えるということを言われてますんで、これをメイクの力で何とかしようというのが僕の、コンセプトなんですね。まあ、ちょっと長々なりましたけど、コミュニケーション、メイクを活用したコミュニケーションメイクっていうのは何かっていうと、外見だけでなくここですね、内面からも自信を持ち、人間関係をより良いものにすることを目指しています。このメソッドを学び実践することで、美しさと自己表現を兼ね備えた人間関係、これを築くことができますよと。はい、それからコミュニケーションメイクは自分自身を理解し、自己肯定感を高め、周囲とのコミュニケーションを円滑にするための手段として多くの人々に受け入れられています。まあ、ここ多くの人々に受け入れられていますっていうのがね、まあ、どれぐらい多くかっていうのはちょっとまあ想像に、をしといてもらったらいいかなと思うんですけども、でなぜ僕がコミュニケーションメイクって言って名前が出たかということをもうリアルにお話しします。もともと僕がボランティア活動でロケ施設ずっと待ってたんですね、7年ね。これあれですよ、もちろん交通費も全て自分実費ですよ。だから動けば動くほどお金がいるわけですよ。でもボランティアでずっとやってて、でその活動の、まあ自分のポリシーというのは、このメイクは絶対何かの力になると思ってやりだしたんです。そうするとやっぱりこのメイクの力っていうのは、お年寄りの方がどんどん元気になるわけです。やればやるほどリップを引けば、ニコッと笑うし、ちょっとアイカラーチークを入れるとわっと鏡を見て涙流す人もいっぱいいてたわけですね。でそういう方々の寂しさというのを、この美しさメイクとかそういう力によってすごく、なんていうかな、その寂しさをこう和らげるとかね、先ほど言ったメンタルケアとかヘルスケアになるわけですよね。でそういうのをやってる時に、僕リハビリメイクっていう言葉がねいいかなと思って、最初リハビリメイクってリハビリになるよねって言ってたんですね。でリハビリメイクっていうのいいんじゃないと思ってやってたらですね、その時に NHK なんかで、和樹レイクさんっていうのがリハビリメイクってもうすでにですね、商標を入れられてたわけです。でリハビリでメイクになるからいいじゃんと思ってたんだけど、それが商標というものの力によって使ったらダメって言われたわけですね。だったらリハビリメイクという言葉に代わるもっといい言葉がないかと思った時に、降ってきたのがコミュニケーションメイクなんですね。これは本当に実話なんですよ。だからそのコミュニケーションというのは何かっていうと、70歳80歳のおばあちゃんが自分の20歳ぐらいの時に戻った時のコミュニケートする力ってあるじゃないですか。昔を思い出してもう一回若さを取り戻してやっていこうという、その個人の言うコミュニケーションというコミュニケーションメイク、それからもう一つは自分と相手というね、相手っていてますよね、旦那さんとか彼氏さんとか子供さんとか、自分と相手、その相手に向けたコミュニケートするためのメイクってどんなメイクがいいっていうことも考えたわけです。それからもう一つは職場もありますね。職場とか社会全体に自分っていうのはどういうふうに見られたら一番いいか、特に今フリーランスでこう仕事されてる方が多いですね、女性の方。そういう女性の方々はどう自分を世の中に見せたらいいか、それもコミュニケートですね。だからコミュニケーションメイクっていうのは、いろんな、まあ、TPO に応じて考え方がいろいろあってですね、それを網羅して勉強してるのがこのカリスマ和人本講座ということになるわけです。まあ、今日ちょっとね、自分のことばっかりでしたけども、大事かなと思ったので、今なぜかというと、こういうチャット GP とか AI とかこういうのがどんどん出てきたときに、一番大事なスキルは何ですかって昨日言ったんです。それは人間関係をうまく生かす人間力なんですよ。つまりコミュニケーション力。これはものすごい大事になりますよってことを昨日の本講座でも熱く語ったわけです。なぜか。まず考えてみてください。人間の最大の悩みって何ですかって昨日も言いました。人間の最大の悩み、はい、これはもうずっと歴史が言っています。ずっと変わってません。人間関係がまずありますね。人間関係の悩み、それからお金の悩み、
ね、それから健康ですね、病気とかのその悩み、この大きな最大の人間の悩みっていうのはなかったらどうでしょう、すっごく幸せなんですよ、ハッピーですよね。この3つの悩み、実はですね、人間関係をうまくできるとお金というのも悩みが軽減されるわけです。病気って考えてみてください。ほとんどの病気の原因っていうのはストレスが原因になってるわけですね、まあ、いろんながんとかいろんな大きな病気もありますけど、実はそのがんのもともとみんながんっていうのはもともと持ってますよね。目は持ってます。それが免疫力がどんどん落ちる、つまりストレスなんかの、がかかってですね、どんどん知らないうちに、そういう免疫力が落ちてがんが再発するとか、いろんな病気っていうのはあるんですけど、ほとんどこれお医者さんに曰くやっぱり免疫力だからストレス、それによって変わるというふうに言われることを僕は聞いたことあります。だからまずストレスをなくすためには人間関係が良好であるということが僕はもう本当に思うんですね。誰と出会うかによっても違うし、それからお仕事されている女性の方だったらやっぱり経済ですね、お金というものも必要になってきます。その時には集客っていうご縁っていうことが起こってきますよね。そのご縁を引き寄せるのも実は人間関係をうまくできる力、これをつまりコミュニケーション力って僕は考えてるんですね。だからコミュニケーションの力というのは顔のメイクを変えることによってそのコミュニケーションの言葉とか行動を変えるということをやってるんで、メイクだけを変えるという、まあ、そういう簡単なことではないんですね。だからその本講座の内容というのはぜひね、皆さんそのメイクアップを通じたコミュニケーション力を学んでるんですよということをね、最後にちょっとお伝えして、終わりたいなと思いました。もう一度お話をしておきます。人間の最大の悩みというのは人間関係から結構大きな原因が起こってますよと、人間関係によっていい人間関係を作っておくことによって幸せ度がアップするし、もちろん経済もそれから健康も、それに影響されてますよということですね。そういう部分を、まあ、最後にお伝えしてですね、終わりたいなと思います。ということでこの辺で終わらせていただきます。どうぞ日曜日、良い日曜日を楽しんでください。お疲れ様でした。ありがとうございます。